伝統薬を作るドゥクンドゥクンは、インドネシアで見られる専門的術者、祈祷者。彼らは、呪術的なエネルギーを操ると信じられ、自分のため、あるいは他者から依頼を受けてその力を使う。ドゥクンは幾分漠然とした総称であり、実際は術者によって役割は分化している。例えばドゥクンジャンピ、ドゥクンバイなど、インドネシア社会で普遍的に見られ生活に溶け込んでいるドゥクンもあれば、 超常的な秘術によって未来予知や霊との更新ができると信じられているドゥンもいる。また救済や回復の祈願を行うなど善を目的とする白いドゥンと呪う相手に最悪をもたらすなど悪を目的とする黒いドゥンに分けられる。彼らが用いる知識や術は土着のものにヒンドゥやイスラムの神秘主義的要素を加えた雑多なものである。一般にドクンは 別種のシャーマンであるパワンとしばしば混同される。ドゥクンはジャワ島に根を張ったケジャウェン信仰体系のまさに典型である。ヌサンタラの人々にはアミニズム、祖先崇拝、シャーマニズムという非常に強固で古くからの信仰がある。イシアイスラム教、キリスト教の伝道師がドゥクンの影響力を現じて来てはいるが、インドネシア社会においてドゥクンの影響力はまだ大きく、 どこか恐れを感じさせるものであり、正統派イスラム教が最も支配的な地域で最層である。植民地時代以前は、ドゥ君の術者は、ヒンドゥー教や仏教の僧侶がそうだったように、支払い税を免除されていた。出世したかい教育を受けている、インドネシア人、マレー人、シンガポール人でも、欧米の博士、修士レベルのものでさえ、ドゥ君や占い師に助言を求めている。 ドゥクンが最もよくいるのはジャワ島だがマドゥラ島はクロマジツの非常に強力な使い手がいることで特に恐れられておりバリ島はそのドゥクンでよく知られているカリマン担当ンの大悪族も首狩りにドゥクンを使うことで恐れられているサバ州ではカダヤン族が赤い目をした不老者善と言われるドゥクンで知られる一般にドゥクンは人が超自然的あるいは 症状現象と関わりが、ある問題を抱えていると考えた時に相談を受ける。ドゥクンの知識は、区伝で伝えられるが、各々の,の,のやり方はコミュニティによって異なる。新人が、自発的にドゥクンの技を学ぼうとする場合もあれば、親から地位を受け継ぐ場合もある。プロトマレーのドゥクンは、シャーマンと村長を兼任することがしばしばある。これは、トックバチンと呼ばれる。 親やその親から技を受け継いだドゥクンは、師匠の弟子となって修行したドゥクンよりも尊敬される。一般的に参入儀式では、山、滝、霊園、その他人気のない場所での瞑想が行われる。サバ州のカダヤン族といった、いくつかのコミュニティでは、ドゥクンは参入の前に、シラットを学ぶよう求められることもある。その目的は、五神と精神修養の両面がある。 子供に寄り付いた悪霊を追い払う、シャーマン・マルク・シューアンボンの村で儀式を行うドゥクン。ドゥクンには多くの肩書きと返せられる能力がある。以下のドゥクンの役割は、一人のドゥクンが全てをこなすというよりは、ドゥクンごとに特定のものを選んで行われる。ドゥクンの第一の役割は病気の治療である。彼らは、薬草、呪文、栄養、動物の体の一部、 無生物の物体、霊的な更新や手引き、気頭分、蜘物、クリス、他様々な組み合わせを治療に役立てるため使う。ドゥ君は悪霊や前霊と直接更新できると信じられている。霊たちは生きている人間が自分たちと更新できることに心を奪われ、寄りついた人間から追い出される時には、ドゥ君に抵抗しないと言われている。ドゥ君は予言を行うことで最も有名である。 これは相談者の多解した家族の霊との対話で得られることもあり、その霊はこれから起こりそうなことに関する洞察を与えるとされる。ドゥ君は時々、白あり、霊、悪魔を乗けたり、農地の豊作を願って、個人や企業を祝福することもある。ドゥ君は普通の人には見えない霊を見、あたかもその霊が実在するかのように一疎通できると言われている。 多くの例は小ジャワ語か小スンダ語を話すと思われており、更新するドゥクンは一時的な表意状態において、それらの言葉をもともと知識がないにもかかわらず話せることもある。ドゥクンは多くが善意のシャーマンであるが、時には復讐の呪いや魔法をかけるべく雇われることもある。魔法の例としては、インドネシアでは以前より多数のドゥクンが詐欺と性的暴行で受刑している。時には、 自分の不運は、ズゥクンのせいだと思い込んだ人々から、復讐と称して殺されるズゥクンもいる。インドネシアの東ジャワ州で1998年に、集団ヒステリー騒動があった。これは、地元の有力者たちが、謎の黒ずくめの暗殺団に、相次いで殺され、住民らがその魔術使いの忍者集団に、自分たちも狙われていると思い込んで起こった。 2月から10月にかけて150から300人の魔術使いが殺され、特に8月と9月は多かった。ありがとうございます。